どうも、トシです。さあ、今回は青森県板柳町にやってきました。板柳といえば、リンゴの名産地ですね。今回はですね、この板柳町に、ちょっと変わったね、蕎麦があると聞いたんです。その名もね、サモダシ蕎麦って言うんですけど、果たして何ぞやと。今回はこのサモダシ蕎麦についてね、取り上げていきたいと思います。それでは、行ってみよう。さあ、行くぞ。今回サモダシ蕎麦があるとされている場所は、この板柳町の国道沿いですが、あ、見つけました。これのようです。蕎麦どころ北の庄、サモダシ蕎麦の店と書いております。サモダシ蕎麦はこちらで提供されているそうです。店内は和風な感じ。もう、日本の料亭さながらのね、雰囲気を醸し出しています。メニューはこちら。とんかつに、エビ天、そしてそば。さらには定食、ご飯、ラーメンと、メニューがかなり充実。はい。こちらがね、サモダシそば。サモダシとサモって、キノコなんですね。数量限定。こちら。サモダシの風味と旨味の感動。すごいな。これもキノコの瓶に詰めてね、取ってきた自慢のおそばです。今から食うのが楽しみだ。店内にはいろんな飾り物がたくさん。こちらは世界的に有名アーティストゴマさんが提供している絵です。はい、来ました。今回のお目当て、サモダシそば。ではサモダシそばいただいていく。サモダシのサモというのはこちら、これキノコ。このそばにキノコが入っていて、このキノコの出汁から取ったのがサモダシそば。うん。そばは細い手打ちそば。じゃ、お出汁が熱々。うめえ。やっぱきのこもいい、柔らかい。ほんのりとしたね、和風だしですね。ネギとキノコがね、そばにしっかりね、合っているのが伝わっていきます。そしてお次は、カツ丼。こちらが当店ナンバーワンということで、ちょっと頼んでみました。かなりカロリーは増えますが、気にせずに、もう食べていきたいと思います。では、カツ丼をいただいていく。
ボリューム感あふれる肉厚のカツ、思いっきり頬張りたくなります。特筆すべきはこのご飯の量ね、結構もう溢れるくらいね、いっぱいですよ、ね、でこの卵と玉ねぎもね、本当にボリューム感がたまりません。ごちそうさまでした。もう長く時間はかかりましたが、しっかりと平らげてまいりました。じゃあ、いやー、ほんとうまかったです。サブ出しとサブってか、なんかきっかけは何だったんですか？じゃあサブ出しそば、なんか作るきっかけって、もともとあのサブ出しの塩辛ってんですね。おお、それをそばに入れて食べた人もいて、それから、まあ、出しなくてもそのキノコだけでも十分食べてるっていうことから始まる。おお、それがまあ地元の人に伝わって、だんだん広まっていった。いやー、ほんとすごいですね。ありがとうございます。いや、これからどんどん広まっていければって。季節ものなんで、ほぼ揚げしかないんで、うん、今はたまたまストップしてたので、できましたけど、いやー、あの旬の時に食べに来てください。あー、OK です。ありがとうございました。店内にはオリジナルグッズもずらーりと、アーティストの方々もね、もう御用達のお店ということで、北野翔さんにちなんだグッズもたくさん販売されております。まあ、皆さん、北野翔に来たらこちらもぜひ買ってみてはいかがでしょうか。いやー、欲張っちゃいました。本当にね、サモダシそばは新感覚のそばで、出汁がもうまろやかで美味しかったね。もう柔らかいキノコがね、しっかりといい味を出していたなと。そしてカツ丼もね、本当にカツサクッとして美味しかった。蕎麦にぴったりだなと。蕎麦にカツ丼はめちゃくちゃ合うんでね、まあ、皆さんもぜひサモダシそば北野翔さんに行ってみてください。よろしく頼む。今回の動画は以上です。